今回はスクーター用の優れたスタンドを紹介してみたいと思います。案件です。スクーターのレースでは超有名な大西塾の皆さんも開発には一役買ったそうで、随所にその素晴らしいアイデアが盛り込まれています。というわけでご紹介してみたいと思います。レースをしている人はこのように肩持ち式のスタンドを使っている人が多いですね。私も北子さんのを使っていましたが、ちょっと小さいのを作ってみたくなって自作でこのように使っていました。ただどうしてもこの肩持ち式は不安定なんですよね。このように斜めになってしまうんですね。というわけでこのスタンドなんですが、いろんな使い方ができるんですね。それでは早速紹介してみたいと思います。メインスタンドの穴を利用してシャフトを穴に差し込んで固定する方法です。このようにしっかりと止めることができます。エンジンをかけてみます。このように振動を与えても全くずれることなく、肩持ち式とは一線を期しますね。非常に使いやすいです。脱着もこのように簡単にできます。そしてもう一つがこのアダプターを取り付ける方法です。別売です。こちらをバイクに取り付けるのですが、重さは 464g と軽量です。このように取り付けます。取り付け説明書が付いているので誰でも簡単に理解できると思います。それではスタンドをかけてみたいと思います。このようにへこんだ部分に確実に止まるので、ものすごくかけやすいんですね。私はピン式よりもこちらの方をお勧めしたいと思います。太いタイヤウォーマー用にこのようにクリアランスの広がるスタンドもあるようですね。こちら側は拳が1個入ります。そして説明書が非常に見やすいんですよ。買った人のために詳しく図解入りで書かれています。そしてもちろんですが、エンジンを取り外した時にメンテナンススタンドとしても使えます。非常に扱いやすいスタンドです。バリエーションもたくさんあって、10インチ、12インチ、そしてステンレスとスチール、それぞれの製品が出ています。二分割にできるので場所を取りませんので、遠征なんかの時に荷物にならないですね。というわけで今回は優れたスタンドを紹介しました。商品名はメンテナンスセンタースタンドですね。私のチャンネルではレースとかメンテナンスで役に立つ素晴らしい道具なんかも紹介していきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。